はい、今日ここ泊まるホテルですね、イニゾインエクスプレス盛岡ですね。もうまっすぐ行くとね、もうこうすぐ駅、向こうの突き当たりが来て駅から直結なんですね。屋根はないですけど、こっちはね、サベリテレみたいですね、場所的に。あと盛岡の駅前がね、向こう側が栄えてるそうです。八戸から電車で来たんですけど、1時間に1本しか新幹線なくて、行ったばっかりで1時間待たされました。明日はですね、盛岡からある観光列車に乗ることになっております。エレベーターを置いて253号室ですね。ここでございます。中にカーティーが入ってまして、入ります。はい、こちらがですね、ユニゾイン盛岡のですね、ユニゾインエクスプレス盛岡でございます。お、すごい狭、今までのホテルで最小かもしれない。もう簡易ホテルって感じですね。で、こちらがユニットバスとトイレですね。エアコンがあるので、とりあえずエアコン入れると。で、本当にね、なんか簡易ベッドみたいなベッドが、まあ安いんでね、3000いくらであるかな。ここがこんな感じですね。実は駐車場です。はい、エアコンがあって、扉があって、ちっちゃいテレビがあって、ちっちゃい冷蔵庫があって、冷蔵庫は何も入ってないということなんで、勝手に入れてって話ですね。でね、明日ね、これがですね、ご朝食券があってですね、モーニングタイムが7時から10時まで、森川名物のクダパンのトーストが食べられましたそうです。ぜひ食べましょう。モーニングプレートセット800円プラスタックス、おかわりドリンク付き。モーニングサービスはただですね、ドリンクはね、長浜コーヒーっていうのがね、あるらしいです。ここ整体40分4600円、高いね。いつも60分3000以下のとこやってますからね。ということですね、ここはね、簡易ホテルじゃないけどちゃんとしたホテルみたいですけど、ホテルザ・ドット・コムで予約入れたんですけど、まあ人によってね、いい評判の評価書いてる人もいる、悪い評価書いてる人もいるんですけど、まあちょっとね、自分の部屋みたいな感じでいいですね。はい、こちらが朝食ですね。サラダにスクランブルエッグ、ベーコン、コーヒーに焼きたてのトーストでございます。まあ、これで800円なんだと思っちゃったんですけど、まあでもこんなもんですかね。コーヒーも一応おかわりしましたからね。やっぱ昼間取んないとダメですね。隣にラウンド1があるんですけど、ラウンド1には行ってません。もうマンションですね、周りね。あそこ公園なのかな、東屋みたいなのありますね。こんな感じです、盛岡ですからね。あ、ちなみにこれ泊まってたホテルのお部屋ですね。駐車場ビューですね。ラウンド1と駐車場ビューです。これ駅までね、歩いて5分ぐらいです。では最後にですね、昨日の夕飯ですね、ビール、これ9月10日ぐらいに撮影してるんですけども、ここはね、岩手県ビール出せるそうです。それと冷麺と牛すじ丼のセットでございます。牛すじ丼のね、スープがトローンとしました。まあでもね、意外と美味しかったですよ。で、牛すじ丼はまあこんな感じですかね。で、これで1300円だから1500円ぐらいでしたかね。まあそういうことでですね、また、この辺で動画を終わりたいと思います。また来週お待ち、楽しみにしてください。